田中くんって確か初めての出張だったよね。お仕事お疲れ様。今日ここのホテルだからさ、ちょっと鍵取ってくるね。うん、ちょっと待ってて。ごめん田中くん、なんか何かの手違いでお部屋一つしか取れてなかったみたい。え、本当にごめんなさい。どうしよう。いや、どこも空いてないと思う。うん、今遅いし。もし田中くんがよかったら今日ここでもいい？ダメ？いい？え、本当に？え、ありがとう。なんかちょっと気まずいね。あ、でもこれ上司には言わないでほしい。本当に今日のことは二人だけの秘密にしといて。